はい、本日はですね、最近買った購入品を紹介していきたいなというふうに思います。で、最近買った購入品がですね、今回紹介するのは 1,2,3,4,5,6,7 点あるんですけども、まあ僕は結構気に入ったりとかして購入して、結構細かいものとかもあったりはするんですけども、まあとにかく気に入ってるやつなんで紹介していきたいなというふうに思います。ではですね、今日の流れとしてはですね、まあ7点を紹介していって、でも今日はそれでさっくり終わりたいなというふうに思いますので、まあ、さっくりかどうかは分かりませんが終わりたいなというふうに思いますので、まあ早速紹介していきたいなと思います。まず1点目がですね、以前このスノーピークのコップを紹介した時に、ちょっとすいません、やっぱり変えます。ここに出てるやつから紹介します。まず1点目がですね、こちらの筒になってるんですけど、これがですね、空気清浄機になってて、まあ、我が家には実は空気清浄機はあって、普段リビングとかで使ってるやつがあるんですけど、シャープのなんていうやつか分からないですけど、まあ、それがあって、まあ、結構人気のアイテムではいいんですけども、まあ、ちょっと寝室用にも欲しいなというふうに思ってて、っていうのもなんでかっていうと、僕結構花粉症とか結構そういうハウスダスト系がこう見えて弱いんですよね。なので寝る前とかくしゃみ連発するって結構あったりするんですけど、まあ、どうにかしてちょっと寝るのもうちょっと快適にしたいなとかって思ってて、なんかまあ最近お前ほんまペット関係ばっかりやなって感じなんですけど、まあちょっとペット関係にちょっと力を入れてるので、まあこれを購入したんですけど、これがですね、そのシャープとかで売ってるやつで確か15,000円ぐらいするやつで、まあそれが一番人気はあると思うんですけど、まあ寝室で使うためだけやから、まあそんなにちょっとまあ高くなくてもいいかなというふうに思って、これがですね8,000円ぐらいでアマゾンで売ってるんですけど、意外と評価いいんですよね。でパッてレビューとか見てたら、花粉の私が一切花粉の症状出なくなりましたとか、ダニとかが結構なくなったのが体感で分かりますみたいなレビュー書いてて、いやでもなんか結構嘘くさいなみたいな、ちょっと桜買ってんかなみたいな感じで思ってて、まあでも8,000-7,000円ぐらいから、まあ、最悪あかんくてもまあ許せるかなというふうに思って、まあ、一回購入はしてみたんですけど、やっぱりベッド周りってどうしてもこう空気ってこう落ちてくるじゃないですか。だからホコリとかダニとか花粉とかってこう、要はなんていうんですか、低い位置にこうなってくるんで、寝る時って一番こう地面から30センチぐらいから一番こうホコリとか吸うじゃないですか。それがどうしても嫌やったんで、パッて買ってみてつけてみたらですね、これ結構良くて、機能はめちゃくちゃシンプルで、よく流行りとかである人感センサー的な感じで、なんか空気が悪くなったらめちゃくちゃ吸い始めて強になって、空気が綺麗になったら弱になるみたいなシステムは全くなくて、もう単純に微弱中強っていうこの4つの風量しかないので、もうそれを自分で手で操作するだけなんですけど、本当に寝てる時とかで一番微っていう弱いモードにしといたら、もう動いてるんかどうかわからへんけども一応動いてるみたいな。でこの下のところの筒から汚い空気をこう吸っていって、この上の筒のところから綺麗な空気を出してくれるので、こう部屋中にこう綺麗な空気がいくような感じになってて、一応これが6畳タイプかなんかなんですけど、まあ、我が家寝室が6畳ぐらいなんでちょうどぴったりっていうことで購入したんですけど、僕もこれ入れてから結構花粉の症状減ったんですよね。で寝るのも夜ぐっすり寝れるようになったりしたんで、まあそれはいろんなことを試してるので何が良いかわからないんですけど、まあ、でもこれはちょっと購入して良かったかなと思います。でちなみにまあ僕の部屋は、まあ、寝室兼書斎というか仕事部屋でもあるので、これが1個あるだけで結構綺麗な空気の中で生活できてるなというふうに思うので、まあ、これは良かったかなというふうに思いますので、最近買ったもの1つ目になります。でこれはちょっと物を置く用としてここ置いておきますので、紹介しておきました。空気清浄機ですね。で次がこの以前紹介したスノーピークのコップの蓋になってます。でこれがですね、以前紹介した時はこういう感じで 300ml と 450ml でこうやってスポッて入れれるんですみたいな話はしてたんですけど、これやっぱ上がこう空いてるんですよね。だからホコリとかこう棚に置いてたりしたらホコリとかこう落ちたりするじゃないですか。でそういうのやっぱ嫌やなと思ったんで、この450だけ蓋を購入して、こう全然ホコリとかは大丈夫ですし、まあ、さらにそのこれをつけたままあったかいものとかも飲めるような飲み口がちょっとついてたりもするので、まあ、僕はホコリ対策としてはこれ買ったんですけど、まあ、こんな感じで蓋を閉めておけば、まあ、リュックの中に掘り込んだりとかしても変なものも入っていかへんし、リュックのゴミカスっていっぱいあるじゃないですか。でそういうのがコップの中に入ったりする心配もないので、これは結構あってよかったかなと思って、まあ以前レビューした時から多分買うと思いますとは言ってたと思うんですけど、これは確か700円ぐらいでアマゾンで買ったと思います。なんか楽天やったら送料かかったんですけど、アマゾンやったら送料かからなかったんでアマゾンで購入しましたっていうのが2つ目です。で、今回 2,4,6,7 点紹介するので今から3点目ですね。ちょっとペース上げます。3点目、次がこちらの段ボールカッターになってます。これちょっと可愛い感じの見た目で、僕が今まで紹介するのとはちょっと違う感じにはなってるかもしれないんですけど、
600円か500円かなんかそれぐらいなんですけど、これ段ボール専用のカッターになってるので、もちろん刃とかは触ると危ないんですけども、カッターナイフと違って段ボール用になってて、こうギザギザなんですよ刃が。なので段ボールをもちろん線が入ってるところもビューって切れていくのは当然なんですけど、それ以外にも全然折り目のないところってあるじゃないですか。こう縦に線は入ってるけど全然折り目がないっていうところでも、逆に横から切ったり縦から切ったり自由自在にこれやって切れるので、もう本当にこれ段ボール専用のカッターにはなってるんですけど、特に通販でオンラインで買うことが多い方とか、僕もそうなんですけど Amazon で買うことが多かったりするので、そういう時なんかはこれピピって開けちゃってギッて切ってあげて、で切るだけやったら全然ハサミでもええやんっていう方もいらっしゃると思うんですけど、さらに段ボールがこう大きい時って切りたい時あるじゃないですか。そういう時なんかはこれをピュッて出してあげてバーって切ってあげれば、もう細かく切れるので燃えるゴミとしても出せるし、とにかく段ボールが家に届く方はこれ結構あったら便利かなと思います。で、購入しました。はい、多分値段は500円か600円か600円の1000円かったかなぐらいだと思うので、これ折りたたみがないバージョンもあるんですよ。こうやって出っ放しのバージョンもあって、これはちょっと600円か700円ぐらいだったんですけど、折りたたみの方がなんか安かったんでこれを購入しました。で、次がですね、こちらの、書類を切るカッターになってます。これパッて一見見たらなんか卵みたいな形してると思うんですけど、この隙間のところに実は刃が入ってですね、こう手は入らないようになってて全然危なくないんですけど、書類をピュッて入れてあげてサッて抜いてあげるだけで書類が綺麗に開くんですよね。で、書類ってこうどうしても片方にコン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 って詰めて中身切らんようにハサミで切っていくのってあるじゃないですか。で、たまに失敗して中身も切っちゃう時ってあると思うんです。僕結構大雑把なんでガーって切っちゃったら中身まで切れてることあるんですけど、大事な書類とかやったらそういうことできないじゃないですか。で、そういう時なんかはこういう書類をピュッてやってあげるだけで綺麗に開いて中身が全く破れることなく切れるので、これは結構あったら便利というか、もちろんなくてもハサミでは切れるんですけど、これがあることで絶対に中身が切れないので、便利かなと思って購入しました。ちなみにこれはどっちでも切れるんですよね。こういう風にも切れるし、逆に右から左にも切れるし、左から右にも切れるし、どっちに対してもこうやって受け流していただけるスタイルということになっております。で、これが確か値段がですね400円かなんかそれぐらいで、1個あったら便利かなみたいな感じで購入して、で、我が家は後ろに磁石つけて、で、棚のところにも磁石つけて、これポンって貼っつけてるので、使う時だけピュンって取って終わったら磁石にポンって戻してあげればいつでも使えるっていうような感じにしてて、こういうちっちゃいやつってどっかに入れたらなくなるじゃないですか。だからもう磁石で引っつけて取る時だけパンって使って、終わったら磁石でポンって戻しておいてあげるっていうような使い方をしてます。っていうのが4つ目で、5つ目っていうのがこれですね。このケースになってるんですけど、このケースが何かっていうと、ブランド名は忘れたんですけど、こういうケースばっかりを取り扱ってるメーカーになってて、多分この今下に出てると思うんですけど、結構有名なメーカーで、いろんなブランドとコラボしたり、それこそファッションブランドとコラボしてるようなメーカーになってるんですけど、ここのこういう頑丈なケースになってて、これは何入れてるかっていうと、基本的には僕は電子機器というか旅行用の電子機器になってて、こう充電器とかケーブルとか、例えばこういうのをパッて持ってたりしてカバンから出す時とかに落としちゃったりしても、これやったら落ちても全然大丈夫なんで、こういう壊れたらダメなものというか、そんなんをここに入れてます。なのでこの中に基本的には使うような電子機器っていうのはもう全部入ってるので、これやったら壊れないだろうということで購入しました。一応ここに書いてますね、ハードシェルケース。でもブランドが書いてへんから分からない。ヘイテージ、ヘイテージやったかな、なんかそういう感じの、ハイテージ、ヘイテージ、ちょっと分からないですけど、そういうブランドで結構有名なんですよね。それこそスタンダードカリフォルニアとコラボしたりとかしてたりするので結構有名で、ご存知の方も多いと思うんですけど、これに関してはコラボじゃなくて普通に売ってあるやつなんで、これ何倍だったかな、1000円か2000円ぐらいで購入したんですけど、大事なものが1000円2000円で守れるんやったら入れていただければいいかなと思いますし、それこそ男性とかやったらいろんな DVD とかあると思うので、そういう大事な DVD、奥さんに秘密にしてるものとかあると思うので、そういうのをこう入れてもらえれば、長く一緒に年を取っていけるというか、経年変化を楽しめるような感じになってると思うので、そういうのを入れるにはちょうどいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということになって次がですね、6点目っていうのがこちらの缶のケースになってます。で、この缶のケースがですね、何かっていうと、これもなんか缶のメーカーなんですけど、ちょっとした小物を入れたりとかする用として購入してて、例えばこの中にやったら、リアルですね、領収書とか入ってるんですけど、領収書とか筆記用具関係が入ってたりとか、これちなみにあれですね、僕が教員採用試験を受けた時に合格した時に使ってた鉛筆、めちゃくちゃ縁起のいい鉛筆で、他にやったらシャーペンとかもいっぱいあったりして、領収書もあったりするんですけど、こんなんが入ってたりだとか、あとこれの色味がですね、自衛隊なんとかとかいうカラーなんですけど、ちょっとマットな感じの質感なんですけど、これはあれですね、ホッチキスの芯とか、あとこういう六角とかレンチとか、あとドライバーとかそんなんが入ってたりだとか、このグレーのところには嫁と撮ったプリクラとか書いてますね。あと名刺とかも入ってたりするんですけど、そういう細々したものが
収納できて、なおかつこれはちょっとくぼみがあるので重ねれるんですよね。で重ねることでしっかりロックされるので、ちょっと見た目的にも洒落てるし、なおかつ小物なんかもガンガン入れていけるので、これも Amazon で購入したんですけど、確か1個1000円いかないぐらい、800円とか900円ぐらいで購入したと思います。なので後々これやっていこうと思ってるんですけど、例えばこういうところにシールとか貼ったりとかしたら、ちょっとミリタリーっぽい感じやけど男っぽさもあるみたいな感じの、ちょっとこじゃれた感じになるんちゃうかなと思って購入して、多分男性の方やったらこういうの好きな方多いと思うんですけど、これも多分有名なブランドでしょう、トラスコかな、 TRUSCO って書いて、真下にブランド書いてると思うんですけど、多分こういう小物系の有名なブランドやと思うんですけど、これを購入したっていう感じになってるのが6点目で、最後7点目っていうのがこちらのですね、パリパリキューブライトっていう名前の、ゴミ乾燥機になってます。でこれがですね、ゴミ乾燥機って何かっていうと、例えばゴミ、生ゴミとか魚の食べかすとか、あと野菜のなんか芯とかあるじゃないですか、食べへんも、そういう生ゴミってゴミ箱とかに放り込んでたらくっさーなってくるじゃないですか。でそういうのがやっぱちょっと気になるなっていうことで、これに入れることによってどうなるんかっていうと、めちゃくちゃパリパリになるんですよね。でめちゃくちゃ乾燥させて、もうパリパリにした状態なんで、もう腐敗していかへんというか、腐っていかないんで、匂いもしていかないですし、さらに地球にもいいというか環境にもいいっていうことで、我が家が導入した理由は、生ゴミの臭いのをなくしたいっていうのが元々の理由として購入はしたんですけど、結果環境のためにもなるっていうことで、これは確か自治体の方から補助金が出るので、おそらく多分半額出ると思うんですけど、僕もこれは一応半額出て、2万円で購入、大体2万円ぐらいで Amazon で購入したんですけど、それの半分ぐらいが市町村の方から助成金として出てくるっていう、補助金として出るんですけど、その出る理由としては、その環境のために配慮していただいてありがとうございますみたいな名目で確か出たと思うんですけど、これがあることで、部屋の匂いっていうのも生ゴミの匂いがしてこうへんっていうのがあるので、どうしてもキッチンとリビングって多分皆さんつながってはる方が多いと思うんですけど、別やったら全然いいんですけど、つながってるとどうしてもこう生ゴミの匂いとか、三角コーナーの追いにがしてくると思うので、そういうのをこれでパリパリにしてあげて、全然匂いせえへんようにしてあげるっていう風に、我が家ではしてるようです。僕はこれ一切使ってないので、どういう使い心地なんか知らないですけど、嫁に聞いてどうやったって聞いたら、嫁が言ってたのはですね、ここ一応感想は残してるんですけど、なんて言ってたかっていうと、パリパリやからスーパーの袋とかに今までは生ゴミ入れてたけど、そういうのがいらんくなったみたいな、新聞紙でこれ丸めたら掘り込めるし、あと匂いは正直あるけど、その腐った匂いじゃなくて、ただ食べ物の匂いがするというか、乾燥した食べ物の匂いがするって言ってて、例えばマンゴーやったらもうマンゴーのまんまの匂いがしてくる。でマンゴーが腐った匂いっていうのはもう全くせえへんくなったんから、それは良かったって言ってたんで、これも一応最近購入したものということで、多分調べてもらったら多分助成金は出ると思うので、その住んではる地域によって違うんかちょっとわからないんですけど、こういうものを購入したっていう感じっていうのが、最近の購入品の、7点ですね、はい、ということになってます。でですね、これから多分また今月服以外のものもまた買うと思うので、その時は、それ紹介はしていくんですけども、今回ちょっとした小物を購入したので紹介しましたよということになってて、全て動画説明欄に購入したリンクは貼っとくので、興味ある方は見てもらえればなと思うんですけど、そこにちゃんとした値段とかちゃんとしたブランド名も入ってると思いますので、よく通販するよっていう方なんかはこういうカッターがあって嬉しいやろうし、書類よく届くんだよっていう方はこういう書類の正式名称なんかあるんですよ、でもなんか忘れたな、ええかとか、あと男性やったら大事な物入れときたい方なんかはこれに入れといてもらったら壊れる心配ないんで、DVD ですね、やっぱりね、DVD セットなんかこれ入れといてもらったら試写室に行く必要がないんじゃないかなというふうに思います。はい、というのがですね、今回、買ったものっていう感じになってるので、この辺でもうこんな感じになってますが、お別れしていきたいなというふうに思いますので、本日はですね、最近買った購入品7点を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。